はい、皆さんこんにちは。私ケアンズ観光局の、サムと申します。今日はですね、ケアンズの、海沿いのところ、シティの中心部海沿いのところをですね、皆さんと一緒に歩いてみたいと思います。今僕がいるのはケアンズのヒルトンホテルの前のところで、ここからですね、この海沿いのところを、町全部はちょっと行けないんですけども、歩いてみたいなというふうに思いますね。はい、まずここはですね、ボードウォーク、レストランが、たくさん並んでいるところで、地元でも人気のレストランが並んでます。はい、ローカルの写真もいっぱい楽しんでますね。で、こちらはランディーズレストラン。日本のお客様もですね、結構いらしている人気のレストランで、モダンオーストラリア料理出しますね。シーフードなんかも有名ですし、ステーキなんかもあります。その隣がオカレストラン。ここはですね、シェフの方がもう何度も何度も有名な賞を受賞されているところで、中の方お客さんいらっしゃいますけども、はい、ここも有名レストランのうちの一つなんですが、そのレストランの正面はこのようなグレートバリアリーフに行くツアー、クルーズ船ですね、それがたくさん泊まってます。今日10月30日時点ではですね、全部の船が運航しているわけではないので、ここに泊まっている船もあるんですけども、通常期ここからですね、本当たくさんの船が世界中からのお客様を乗せて出航しています。船は本当にいろんな大きなクルーズ船から、これはスピードボート、バッドフィッシュというスピードボートと、あそこに運転手さん、ハイパーあとですね、こちらは釣り船、全部釣りのセット、餌も船も竿も全部ここで借りれます。しかも免許いらないので、本当に手軽に釣りに行くことができますね。今日ケアンズは気温31度、そうですね、四季がないので、日本が春夏秋冬、ケアンズはあえて言うなら夏めっちゃ夏っていう感じで、今ちょうど夏からめっちゃ夏に入ってきてる、そんな気候になってます。そしてこちらは、こちらも日本人の方にも人気なるシャングリラホテル、下にバックヤードっていうレストランが去年オープンしてます。でよく見るとですね、この上から3つ目の階、木の枠で囲まれてる階はですね、実は天井がもうすごく高いんですね。なんでホライズンクラブのお部屋、こちらとてもおすすめで、マリーナ側の部屋に泊まれば、こういう景色をお部屋から楽しめるというような感じになっています。で、このボードウォークなんですけども、マリーナのよりさらに手前からですね、ずっと北の方に向かって、約そうですね、5、6キロぐらいでしょうか。5、6キロ続いてて、で特に朝夕はたくさんの地元のケアンズっ子たちが走ったり歩いたり、また無料のジムの設備なんかもあるので、そういうところで運動したりとかっていう、市民にとっては、なくてはならないボードウォークになってます。シャングリラホテルの下もちょっと見にくいかもしれないですけども、レストラン街になってますね。ちょっともう昼過ぎてるので、お客さんはそんなに多くないようですけども。そしてこちら、ちょっと漁船風の、船が見えてきましたが、これケアンズで今大人気、漁船レストラン、プラウンスターって言うんですけども、シーフードを出してます。エビ、カキ、それからウチワエビ、バグって言うんですけども、あとサーモンなどなど。ここはですね、ソルトハウスっていうバー、
&レストランで、特にそうですね、夜週末はにぎわっているところですね。今はどこのレストランもそうですけども、入り口で QR コードがあって、それをチェックしてから入る。で、夕方からですね、特にこの外のエリアなんかも、たくさんのおじいがビールとかワインなんかの姿を、見ることができます。ここはノーチュラスアビエーション、ヘリコプターの会社の、ラウンジですね。ここで出発を待って、この先のところからヘリポートがあるので、そこから出発して離陸するというふうになってますね。あと、こういうオープンな感じの、カフェとかジェラート屋さんもすごく多くてですね、いいですね。